はい、どうも皆さんこんにちは、みさです。本日はレジェンドフェス開催やったということで、まあ、シナリオイベントの方ですでに出てた3キャラクターがもはやよもやよもやだって感じなんですけど、ゼタ水属性、バザラガ火属性、同期組ファラ&ユーリ紹介のお知らせということで、これレアリティがちょっとまだわかんないんですけど、俺の中で、まあ、ゼタとバザラガとファラ&ユーリっていうのはもうすでにシナリオの方で出てたんですよね、3キャラクターとも。で、まあ、あの特別な立ち絵があった時点で、あ、もう来てんじゃないかなと思いながら、イベント戦闘ですでにあってっていう感じだったんですけど、となるとレジェグランデフェス、3月のグランデフェスなんか来るだろうな、なんかこう、あ、そこでシナリオのキャラ来るかみたいなのが来そうな感じがする。まあ、去年もね、レイと無限が来たんですよ。そう、去年もねレイと無限が来たんで、ちょっとそのあたりにも期待したいと思いながら、とりあえず早速ね出てきたやつを味わっていきましょう。こんにちは、運営事務局です。本日のレジェンドガチャ更新にて登場する新たなキャラクターたちをご紹介いたします。本日のレジェンドガチャ更新では、先日より開始したイベントステイムーンにて活躍するキャラクターたちが登場いたします。本イベントは過去の組織に絡むイベントの集大成となっており、順次ストーリーが開放されていきます。ぜひとも物語を体感していただき、そして続編を楽しみにお待ちいただければと思います、ということで。そして1人目はやはり組織には欠かせないキャラクターであるゼタが水属性の SSLR として登場いたします。ゼタ水属性だとびっくりしたよな、もう総縁って感じ。バトルにおいてはアビリティや奥義、サポートアビリティのどれもが大きくダメージを与えられるもの。これは熱いね。頼れるアタッカーとして活躍してくれることでしょう。ただし強力な奥義の反動で自身の HP を失う、防御力が低い、打たれ弱くなっているので、うまくサポートして最大限能力を活用していきましょう。これはあれじゃない、もしかしたらフルオートで強い、ガウェインとか、そういうタイプですか。ユイシスとか、もしかしたらそういうタイプかもしれないですね。いや、ゼタもバージョン多いよな。火属性もそうだし、光もそうだし、闇もそうだし、結構バージョン、ついに水もコンプリートも遠くはないって感じですね。で、アルベスの槍、敵に水属性ダメ、防御ダウン、アルベスフェルマーレを付与。普通ですね。アルベスフェルマーレ状態の敵がいる場合、自分に水追撃効果を追加する。防御ダウンが何秒？あ、4ターンだわ。ゼタの持つ封印武器アルベスの槍で敵を貫くおなじみのアビリティ、アルベスフェルマーレを付与するとともに4ターンの間敵の防御を 25% 減少させることができます、ということで、使用間隔7ターンの55でターン短縮ね。さらにアルベスフェルマーレ状態の敵がいる場合、効果量が 100% の水追撃という非常に強力な効果を自身に付与します。アルベスフェルマーレ状態の敵がいる場合 100% の水追撃、ただターンを短縮しないといけないのかな。アルベスフェルマーレターンを短縮する系のアビリティがあるってことですかね。奥義を、あ、なるほどね。奥義を放つ時にも発動、うまくタイミングを合わせることでこの追撃効果を得られやすくなると。一アビと奥義で、まあ、追撃をこうゴリゴリつけていきましょうって感じか。ラプソディ、攻撃大幅アップ、対象がブレイク時攻撃アップ、 CT がブレそうですね。これアルベスのやり CT7 でラプソディが CT8 なんで、となるとフルオートで考えたらわりかし、まあ、ブレてくれるとありがたいよな。奥義でも1アビ使うってことは、奥義でもアルベスフェルマーレが発動するってことは、まあ、ラプソディがブレる方が嬉しいって感じだな。アルベスフェルマーレを付与された敵に対して強力な一撃をお見舞いします。今まで登場した別バージョンのゼタと同様のアビリティとなっていますが、戦術したアビリティ、アルベスの槍による水属性追撃効果とうまく合わせると破格のダメージを与えることができます。リベレエリュトロン、自分のゲージを全消費、ターン進行時攻撃行動を2回行う、瀕死状態の時消費した奥義ゲージに応じて自分の HP を回復。自身の奥義ゲージを消費する代わり、そのターンは2回攻撃を行えるようになります。また打たれ弱い部分があるゼタですが、このアビリティを瀕死状態の時に使用することで大きく HP を回復させるチャンスにもなります。消費した奥義ゲージの半分に当たる割合だけ、割合、なるほど、 50% だったら、じゃあ 50% 回復するんだ。奥義ゲージを 80% あ、半分か、ごめん、 25% か。その場合は奥義ゲージ 80% 消費した場合、 HP を最大値の 40% 回復することができます。瀕死状態限定なんだよね。つまり 25% の時に 100% の 50% 回復したら、75% っていうのが最大値になるみたいな感じかな。で、シリウスノバラストダイブ、シリウスノバってなんかもともと別の、あのゼタの奥義でしたね。
ヒゼタの最終の奥義か、水属性ダメ極大、ほう極大ですか、アルベスの槍一夜日が発動、強くね、ちょっと待って、強いぞ、極大でアルベスの槍発動したら一番奥義ダメ高いんじゃない、だって極大ってバンピーよ、で水ダメついてんでしょアルベスの槍に、ってことはもうバンピー、奥義キャラにはバンピーみたいな感じだったけど、バンピーがあんま使わない、あんま使わないって言ったらあれだけど、バンピーの役を食いましたね、今食らいました、ジャイアントキリング、だって極大アルベスの槍はすごいな、奥義の演出は何だい、奥義の演出は少々お待ちください、いやもう読んでない、まず読んでない、まず読んでないです、反動で HP を 15% 失ってしまいますが、アルベスの槍が発動、うまくタイミングを合わせることで水追撃効果を得ることができますと。アルベスの共鳴、ああ奥義ゲージが溜まりにくい、必ず TA、 水キャラが TA 発動時追撃、TA 確定キャラクター、全体 TA 確定キャラって水いないんですよね、そこがちょっとどうなんだろうって感じするけど、水キャラが TA 発動時水追撃、じゃあルシオとか組み合わせたら TA 確できるって話やんな、オギージが溜まりにくい代わりに必ずトリプルアタックが発動するサポアビ、今まで紹介したアビリティとどれも相性がいいものとなっており、ダメージを大きく与えるのに貢献してくれるでしょう。さらに水キャラが TA 発動時水追撃効果を得るという強力な効果も兼ね備えてます。特にゼタ自身 TA を行うので常にこの効果を得ることができます。心情を貫く牙、防御が低いがクリ発動時ダメージをギャンプすごいなこのキャラ、どうした、バーゲンセールやん、何でも持ってんじゃん強いって言われてるやつ何でも持ってんね、大きな力にはどうしても代償が必要なもので、防御力が 50% いや重になりますが、クリティカル発動時ダメージ上限上昇、どちらも編成を工夫することでデメリットをカバーしたり効果を得やすくしたりできるので、うまく組み合わせてゼータの能力を最大限引き出していきましょうということで、なるほどね、奥義キャラとしても採用できるし、普通に使う上でも、ただ普通に使うんだったら三ガビの奥義ゲージの上昇量が低いっていう効果によってどうしてもあれですけどね、奥義ゲージ上昇量が低いってなると三ガビによって奥義を打つっていうのはちょっと自分で意識しないと難しそうかなっていうのは正直思っちゃいましたけど、三ガビが CT7 ねとなると、まあ10ターンあったとして奥義打てるかなっていうのは、まあ1、2回、まあ、15ターンあったとして奥義1、2、3回ぐらいしか打てないんじゃないかなって感じなんで、まあ奥義を、フルオートだったら、まあそのあたりでちょっとしっかり使い道考えなきゃいけない、あとまあ防御 50% 減少してるけど、なんか防御の減少によって防御力アップとかがないから、剣士はちょっと欲しそうに見えますけどね、この性能だったら、だから剣士を入れて耐久するか、それとももう落ちる大前提でフロント運用するかみたいな感じになりそうかな。まああのアビリティの順番としては多分3アビ2アビ2アビ3アビ1アビっていう感じになるのかな、普通に考えたら2アビ3アビ1アビみたいな感じになると思うんで、となるとまあやっぱあれに使えそうですね、ガウェイン枠、光ガウェインみたいな枠として使えそうなので、水属性のフルオートだったらちょっと用意しておきたいキャラクターなんじゃないかなと個人的には思いましたね。うん、防御ダウン、まあ、防御ダウンというか、まあ、2アビ3アビ1アビとなると、で攻撃するからアルベスフェルマーレ状態の敵にトリプルアタック、攻撃行動2回行動、防御ダウンかましながらみたいな動きができるから、すごいねこれ、これフルオートではまず大前提欲しいですね。で通常軸だったら、まあ今までサンダルフォン、ルシオ、ウーノみたいな感じで使ってたような気がするんだけど、サンダルフォンの枠をゼタにできるか、だってゼタって1アビで防御ダウン持ってるからね、そう1アビで 25% 防御ダウン持ってて、でさらにルシオ、ルシオの TA 確定、まあ、TA 時追撃とかありながら、まあ、さらにラプソディで自分が火力を上げることもできるって考えると、まああれやんなまあ強いですわな、うん、そうですね、通常軸でもフルオートでも奥義軸でも使えるっていう感じかね。まあ通常軸の使い道にしてもちょっとかなり尖った使い道のような気はするけれどっていう感じですかね、うん、まあクリ発動時ダメージ上限アップ、これがどうなるかって感じですかな。で SSL はバザラが火属性、加減が効くが俺には分からんぞということで、まあちょっとなんか立ち絵として出てきた時、敵キャラみたいな敵キャラみたいな、この立ち絵が出てきたのはびっくりしたんですが、漆黒の狂人バザラが、
身長215センチ、好き肉体の強度試し、苦手昔を思い出すこと、ゼタといえばやはりこの男は外せません。続いてはバザラガ非属性が SS レアとして登場します。バトルにおいてはその強靭な肉体で敵の攻撃を受け切り味方を守る頼もしい存在となってくれるでしょう。さらに HP を回復する手段が多いため打たれ強くなっています。もちろんその鍛え上げられた肉体は守りのためでなく強力な攻撃にも繰り出すことができ、攻守との戦い方で戦況を有利にしてくれます。大釜グローノス、奥義ゲージアップ 30%、 HP 回復、まあなんか王道浴びって感じだな。ノーペインで消費した HP を回復。ノーペイン、自分に逆境、防御アップ、全体かばう、ガッツ、あーなるほど、ベインかとなるとベインみたいな感じになってますね。水属性のそういうことか、全体かばうガッツね。その屈強な肉体は敵のどんな一撃を耐えてみせることでしょう。全体攻撃も受けることのできるカバー効果はバトルの局面をひっくり返すこともできる強力なものなので、敵の次の行動を見極めて使用していきましょう。なるほどね、オッケーオッケー。リベレメラン、攻撃性能大幅アップ。通常攻撃時敵に防御ダウン累積、オーゲージ 100% 消費。ああなるほど、攻撃性能大幅アップね。あーじゃあ土バザラガみたいな感じなんだ。防御寄りに寄った土バザラガみたいな。攻撃アップ DA、TA、クリ率、ダメ上限、通常攻撃の余ダメ。そうか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 。CT8 の全体かばうね。フルオートだったら使いづらそうだけど、どうなんですかね。ノーペインがちょっとノーペインがちょっと HP 減るならまずそうな印象ではあるんだけど、ただこのリベレメランはフルオート用だよな。デストロイムーン、ノーペイン即時使用可能。そうだよね、 HP どんどん減っちゃうよねフルオート。あ、極大だ。自分の HP を最大値の 30% 回復、瀕死状態の時のみ。あーなるほどなるほど、ね、HP30% 回復を持っている。ちょっとフルオートではないかな。でもさすがに奥義ゲージ溜まりにくいが防御大幅アップ、特殊技発動時大釜グロノス。あーやっぱヒベインだねこのポジショニングは。特殊技発動時大釜グロノスか、なるほどなるほど。魂を蝕む刃、瀕死状態ではない時弱体効果無効、強化効果無効化されない、瀕死状態の時。あー強いな。うわいきなり変わったわ。瀕死状態の時ターン終了時大釜グローノス発動、一浴びでだって回復でしょ。ちょっとこれは難しいな扱いが。はーなるほど。フルオートでどうなんだろうっていう目論みと、まあ普通に使う上だったらそうね、ニアビがやっぱ特殊技全部受けられるので。ただあの回復量にもよるけど、ベインがルシファー HL のパラダイスロスト受けられますっていう役割を持つことがあったんだけど、その時って奥義効果であの一浴びが2回発動する状態じゃないと無属性の HP 回復が間に合わんみたいな感じだった気がするんだよな。大釜グローノス、あでもターン終了時大釜グローノス発動するんだったら、となるとじゃあノーペインで2浴び使ってガッツ使えます。いや無理か、1回しか発動しないもんな。そうだよな、1回しか発動しないもんな。ルシファー HL パラダイスロストバシャーンの後に回復するわけやから、まあきついわな。大釜グローノスの回復量すごかったらルシファー HL の無属性とか受けられるんですかね、みてえな感じですかね。え同期組、あこれも SS レアなんや。ファラー&ユーリー、まあ確かになんか SS レアっぽい。2人で半人前は2人揃って1人前字余りミザということで、はいはいはい、最後に紹介するのは、元帝国兵の同期であるファラとユーリが光属性の SS レアとして登場です。バトルにおいては攻撃役を担うユーリと防御役を担うファラがお互いを支え合うことで敵への反撃と味方のカバーをバランスよく行ってくれます。1アビ2アビがリンクアビリティだったよね。またファラとユーリもバトルを通じて意気投合していき、長期戦でお互いの能力を 120% 発揮してくれるでしょう。で、1アビが自分も加勢する、必ず TA 貢献レベルアップ、光追撃効果、結構でもこれ優秀だよな。3ターンだってこれ強化アビでしょ明らかに。となると1アビをフルオートだったら使うと、必ず TA、
ここは私に任せるっす。カバウ効果、ね、ブロック、高順が上昇と、高順が5の時ガッツ、リアンプルーブ、自分の HP を回復、弱体効果を1つ回復、貢献と高順がともに5の時 HP を全開、弱体効果を全て回復結構えぐいけどね、書いてあること。だってさ、全体カバウ、あ、違うわ、カバウにガッツ持って、でさらに、3アビ準備整ってたら全部回復なんでしょえぐいよな、普通に考えたら。完成したらえぐいなっていう性能しとるね。しかもでも癖ないね。さっきのゼタとかバザラガーとか見てても思ったけど、簡単だな、こっち。分かりやすい、分かりやすさマックス。奥義効果が特大に奥義ゲージ 20% アップ、貢献と高順レベルに応じて光 追加ダメ、はいはいはい、正義ここにあり。 TA 発動時貢献上昇、非ターゲット時高順が上昇、貢献に応じて攻撃アップ、高順に応じて防御アップ。なるほど、じゃあなんかキャバルリーみたいな感じにはなってんだな、うん、非ターゲット時高順が上昇ね。なるほど。根性っす、必ず連撃、貢献と高順がともに5の時通常攻撃の4ダメアップ、奥義性能アップ、回避アップ、リジェネ。おー、なんか癖ないね、本当に。とりあえず入れとけみたいなキャラクターな感じはしますけど、まあ、フルオートで言うと1アビをずっと使うんかな。3アビは回復アビっぽいから3アビは使わないでしょうけど、1アビを CT3 で打ち続けるってことは、まあ、光追撃ついた TA を、まあ、数ターン、使用間隔3ターンでぶちかましていくっていう後半にはね、なってるんじゃないかなと思いますし、まあ、必ず TA の時に貢献上昇なんで、あの貢献が上がってトリプルアタックをする。だからまあ初手から2になるんでしょうね、うん、貢献が初手から2になるみたいな、まあそんなメリットもありつつみたいな感じなんでしょうかね、うん。まあ、癖がなく使えそうな性能してるなと思いました。でピックアップ武器はアルベスデミクロン、グローノスデミクロン、ブレイブソード、大祭請求、ほん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 、大祭請求ですね。で、十二神将はアニラ、シャトラというような感じみたいですわな。まあそんな感じで新キャラクター3人でしたけど、どうですか。俺はね、まあゼタは欲しい、ゼタは欲しいなと正直思いました。まあ何にでも使えそうな印象があったので、とりあえずゼタは触っておきたいかなっていう感じなのと、まあバザラがどうなんでしょうね。前回の水ユーリコ戦場ではベイン使ったんですよ、 150Hz で。まあ奥義パーなんですけど、バザラ側でもなんか瀕死状態であればグローノス発動ってことは、まあ攻撃食らい続けられるんだったらあっちいいわけですよね。うん、あと敵特殊技使用時大釜グローの発動だから、アビリティダメージに特化した、まあアテナとかと比べると何でしょうね、アテナとかと比較するともうちょっとこう癖が少なく、女神の怒りレベル5とか貯めるまでもなく発動しますよ。まあアビリティ自体も結構攻撃力に特化したアビリティ構成になってるから、まあそのあたりで使えそうかなって感じですけどね。まああと敵に防御ダウン累積がついてるってことは、150Hz の、通常攻撃ですね、 150Hz HP 50% いきました、デバフが足りませんってなった時に通常攻撃で累積ダウン与えられるっていうメリットはあるかもしれないよな。そうですね。ただまあ追撃とか、まあ、ダメージ系、追加ダメージ系はないので、通常軸運用っていう感じではないので、どちらかというとやっぱフルオート運用になってきそうかなって気はするんですけどね。どうなんでしょうね、まあ、あとイベント戦闘とかだったら使えそうな気がする。うん、プラウドプラスとかプラウドとか、まあそういう的には使えそうな気がしましたね。そんな感じでございました。皆さんもね、もしよければコメント欄にて、なんかこのキャラクター良かったよとか、このキャラクターいいよみたいなのあったら、ぜひとも教えてみてください。それじゃ皆さん、またお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。